らっしゃい。あれ、珍しいお客さんだね。当店はこの森にある唯一の毛づくろいサロンです。そうだね、ヒューマンの言葉で言うと美容師っていうのが一番近いかな、うん、そうだね。普段はあんまりヒューマンのお客さんは来ないから、ヒューマンに合ったカットとかできるかどうかはわからないんですが、やってみますか。はい、あ、わかりました。そうだね、じゃあまあできる限り、やってみるようにしますが、私はね、そう、この森に伝わる魔法のブラシで、まあ、一つしかなくて、そう、魔力を回復する効果があるんだよ。このブラシが一つしかないから、この毛づくろいサロンっていうのも一つしかないよっていう形なんだよね。たまにこれを狙った盗賊とかがたまに押し寄せてくるんだけど、大丈夫なようだね。
は狼の獣人族だから、あまりヒューマンのトレンドとかわからないんだよね。そうだから、うん、まあ、こういった髪型したいなとか、そういうのがもしあるんであれば、そこはちょっと諦めてね。ヒューマンはカットは終わった後どうするんだい？あ、シャンプーというものをするんだ。なんだろうそれは。それはいいな。僕もやってみたい。そうなんだけど、あいにくうちにはそのシャンプーというものはないんだよね。大体のお客さんは水浴びをして毛を流す。なるんだよね。水浴びても大丈夫。それでいいかな。ごめんね、ちょっと寒いかもしれないんだけど、今回は水浴びで我慢してね。それでは流していくよ。
水浴び含めて全てで450ゴールドだね。はい、ありがとう。これで終わりだね。また近くに寄った時とか普段とは違う体験がしたくなった時はまたおいでね。ありがとう。それじゃあまたね。バイバーイ。